ザクセン戦争は1073年に始まった神聖ローマ帝国の皇帝ハインリヒ4世に対するザクセン公国の貴族たちの反乱。ザクセン戦争は1024年以来神聖ローマ帝国の皇帝位にあったザーリア朝に対するザクセン貴族の長年の対抗意識から生まれたものでハインリヒ4世地下の1073年末から1075年末に かけて頂点に達した。ハインリヒ4世とローマ教皇グレゴリウス7世の間で繰り広げられたジョニン剣闘争に巻き込まれ、カノッサの屈辱の前後にわたる教皇、皇帝間の対立に複雑な影響を与えた。ザリエルケット・ザクセン人の間の対立の目は、すでにハインリヒ4世の父ハインリヒ3世の地下において潜在的に形成されていた。 国王ハインリヒ3世は、本拠地フランケン大公領のほか、相互相続契約などによって、シュバーベン大公領やバイエルン大公領を手に入れ、それを、直轄地とし、隣接するボヘミアやハンガリーまで侵入させた。また、ハインリヒ3世は、クリュニー会の改革運動を支持し、ローマ教皇庁の改革にも、自ら乗り出した。千四十六年には、ストリの教会会議で、 ベネディクトゥス9世とシルエステル3世の聖職剥奪とグレゴリウス6世への辞職勧告を決め、信頼するドイツ人司教を教皇位につけてクレメンス2世とし、その手で退官された。ゴスラーの皇帝居城、国王ハインリヒ3世が最も意を注いだのはザクセン大公領の経営であった。1045年、ゴーゼック剥。 アーダルベルトをブレーメンの大司教に任じて、ヘルマン・ビルング以来世襲的作戦対抗の地位にあったビルング家の権力をそごうとした。また、ゴスラー周辺のハルツ山地地方に多数の王室直轄地を作り出し、城塞を築いて皇帝居城に多数の進化と共に滞留した。他の城には、ビガンテンシュタイン、モースブルク、サッセンシュタイン、シュパーテンベルク、 ハイムブルク、ハーセンブルクがあった。これは、ザクセンの人々にとっては、大きな経済的負担となっていた。中世ドイツ最強とも評価される皇帝ハインリヒ3世が、イタリア遠征後の1056年に39歳で、死去すると状況は一変した。維持ハインリヒ4世は、皇帝の後継者として、ローマ王に即位していたが、わずか6歳であり、 母アグネスがその摂政となったが、ローマ教皇の選出に際しては二人の意向は全く無視され、数奇教団による五選によって選出された。それどころか、教皇ステファヌス9世は、妖帝ハインリヒ4世を廃し、自らの兄である、ロレーヌ公ゴドフロワ3世への退官を拡作した。ステファヌス10世は、ほどなく没したが、 ハインリヒ4世自身も1062年には、母アグネスから引き離されて、ケルンに送られ、軟禁状態となり、ドイツ諸公の意のままになるほかないような事態まで、発生し、王妃ベルタさえ諸公に押し付けられた。こうして帝国は、アグネス以後は、ケルン大司教案の2世、続いて、ブレーメン大司教アーダルベルトの殺傷下に置かれた。 ハインリヒ四世は1065年に青年に達すると申請を開始し、結婚3年後の1069年には、ボルムスで開かれた諸公会議で結婚の無効を訴えたが、叶わなかった。しかし、王妃ベルタはハインリヒ四世を支え、やがて二人は力を合わせて、味方を集め、諸公からの自立を図った。にあった王室財産を取り戻して、 国王直轄領を作るべく努力し、オストマルク編強迫を交流。続いて、バイエルン大公、オットー・フォンノルトハイムから、バイエルン大公領を募集して、与党のベルフ家のベルフ一世に与えた。ザクセンではハインリヒ四世の特別の保護の下で、多くの城の周囲に山脈を排する城塞建設計画が立てられた。中でもハルツ城は最も突出した城塞で、 ザクセン人に脅威を与えた。そこは、シュバーベン出身のミニステリアーレで溢れ返っていた。ハルツ地方図、ランペルト・フォン・ヘルスフェルトの年代記によれば、1073年6月29日、皇帝に対しザクセン貴族たちは、ゴスラーの皇帝居城で、諸具改善を訴えようとしたが、ハインリヒ4世はこれを拒否し、ザクセン軍が退居して取り囲む中を近くのハルツ城に、 逃げ込んだ。ザクセン軍を支持したのは、前のバイエルン大抗で、ザクセン大港マグヌスと同盟していた、オットー・フォンノルトハイムと、ハルバーシュタットの死去バーチャード2世であった。しかし、皇帝は、同年8月10日に守備よく、囲みを出した。皇帝は最初、エシュベーゲを目指し、そこから、ヘルスフェルトを越えて、南ドイツに移ろうとした。しかし、 準備の足りなかったハインリヒは、そこでは、ザクセンに対抗して動いてくれる帝国及び皇帝を、支持する勢力を見出すのは難しかった。そこでハインリヒ4世は、1074年1月27日に、ヘルスフェルトにおいて一小部隊と共に、より大軍である、ザクセン軍に対峙した。しかし、総評とも異なる思惑から戦闘を回避した。 ハインリヒ四世の場合は、明らかな劣勢によるものだった。ザクセン人指導者の場合は、勝利は明白であったが、それによって、農民たちの地位が彼らの感覚以上に強くなって、しまうことが理由だった。そこで、ゲルシュトゥンゲンにおいて、同年2月2日、和平交渉が開かれ、相争う両派が合意に達した。そこでの最も重要な結果は、ハインリヒ四世が、 ハルツの城の先端部の破却に合意したことであった。この結果、ハルツ城は大聖堂とハインリヒ4世の溶接した、息子と兄弟の眠る墓が処分されることとなった。それを補うため、ハインリヒ4世は、ハルツ城の近くに塔と城壁だけを設けなければならなくなった。他方でこのことは、周囲の地方の人々を憤慨させた。その結果、 1074年3月には大聖堂と、城は基礎となる城壁ともども解体され、王室の交付は名を汚された。この出来事でハインリヒ4世は個人に関わって、政治上持てる切り札のすべてを仕掛けた。教会を冒徳し、国王の墓を略奪することは、多くの諸侯がハインリヒ4世側に立つに至る、極めて非道な行為だとみなされたのである。 ザクセン大公マグヌスは、地方の民衆行動に関する全責任を拒絶しながらも、自らの費用でしろと教会の修復を提供した。ハインリヒ四世は再び対決姿勢にあった。今度はより多くの軍を集め、1075年には、ザクセン軍を凌駕するに至った。1075年6月9日、バートランゲンザルツァの北約 1km に所在する。 ウンシュトルト・カワーカハン・ホムブルクにおける、ウンシュトルトのホムブルクの戦いでは、ボヘミア公ブラチスラフ2世を味方につけた、ハインリヒ4世が攻撃し、ただ主人に突き従うばかりの単純な農民たちに、主力を依存するザクセン軍は、壊滅的な敗北を喫し、ザクセンとチューリンゲンを通って退却した。10月27日、ザクセンの指導者は、七地として、 ゾンダースハウゼンを差し出し、公式にように全軍の降伏を申し出た。ハインリヒ四世は穏やかさも失うほど心ゆくまで勝利を楽んだ。その制服はランペルトによれば無条件というくらいに例外なしに素足で起こった。ハインリヒ四世はその後様々な場所で交流中の大きなザクセン人を多数抱き、差もなければ、 その報道を許し与えた。ハインリヒ四世は、ザクセン反乱を帰化として一挙に、国王権力の拡大に成功したのである。トスカーナ除白とクリュニー修道院長に教皇との取りなしを頼むハインリヒ四世。ハインリヒ四世とこのハインリヒ五世しかし、ザクセンの降伏は終わりではなく、始まりであった。両者の戦いの間、ザクセン貴族と南ドイツ諸公は、 連絡を取り合っており、さらに南ドイツ諸公とローマ教皇庁は君役を通じていた。ザクセン降伏の同年、ローマ教皇グレゴリウス7世は、ローマの司教会議で、皇帝顧問を務める5人の司教を聖職売買の罪状によって、波紋に付し、翌1076年1月8日、ハインリヒ4世に向けて、今後は教皇に従う要所う簡を送った。 同 1>, 1月24日、ハインリヒ4世は、ボルムスで、国会、宗教会議を開き、トスカーナ女白、マティルデとの不倫の終文をもとにグレゴリウス7世の、敗位を決議させる。それに対し、教皇は2月22日ハインリヒ4世を破門に、処した。こうして1076年のジョニン県闘争は、その年のハインリヒ4世当人に、世の樹木を集めさせることとなった。 グレゴリウスの敗位に関しては、ドイツと北イタリアの司教たちは、国王ハインリヒ4世を支持した。しかし、南ドイツの三大公は国王に反抗し、一旦は王権に服した、オットーフォンノルトハイムもザクセン貴族を率いて、これに抗応した。波紋により、ハインリヒ4世の王権はドイツでの求心力を失った。1077年1月、 ハインリヒ4世はドイツを脱出し、カノッサに直接教皇を尋ね、波紋を解くことに成功した。一旦はこれにより、ハインリヒ4世は戦力を回復して、ドイツ平定に乗り出した。1080年のグレゴリウス7世による、再度のハインリヒ4世の波紋は効力を伴わなかった。ハインリヒ4世はイタリアに攻め込んでグレゴリウス7世を捕らえ、 対立教皇クレメンス三世を擁立して、大官式を行った。グレゴリウス七世は、ロベルトイル・グイスカルドに救出されて、されるのへ逃れるが、ローマへ戻れず失意のうちに没した。ドイツでは相次ぎでたった二人の対立王がハインリヒ四世に、降伏して1九9 1年、ドイツは彼の手によって、再び統一された。 しかし、イタリア半島北部のロンバルディアの諸都市は皇帝に反対し、最後までその攻撃に屈しなかった。しかし諸侯を味方につけて、皇帝ハインリヒ四世に反旗を翻し、難禁さえ行った彼の息子ローマを抑え、ザクセンとは戦わなければならなかった。1106年8月、ハインリヒ四世は、失意のうちに56歳で死去、同年、 ザクセン大公マグヌスも死亡。マグヌスには後継者がいなかったため、ビルウング家は断絶した。ハインリヒ五世は即位早々に、ザクセン貴族の有力者のズップリンブルク家のロタールを、ザクセン公に任じた。1110年、ハインリヒ五世は、ザクセンに遠征、ボヘミアにも支配権を、再び確立し、翌1111 11年に定刊を受けて、新聖ローマ皇帝となった。 しかし、やがて、ロタールと、対立。1115年にベルフェス・ホルツの戦いで、ロタールに敗北、ザクセンの自立が一層進んだ。1119年には、教皇カリストス2世に波紋を宣言され、ザクセン貴族やマインズ大司教アダルベルトが離反した。1122年、ボルムス教役によって除人権闘争を、一応は決着させた。 ハインリヒ5世も後継者のいないまま1125年に死去。ザーリアー朝最後の皇帝となった。続いて皇帝となったのは、ザクセン大公ロタールであった。ありがとうございます。